900年頃のフランケン大公領。フランケン大公は、神聖ローマ帝国の部族大公。ドイツ中西部、マインガー流域を支配した。その領域については、フランケンを参照。フランケン大公は906年頃、カロリング朝の断絶に乗じて、在地貴族のコンラート家のコンラート一世が、フランケン地方の一元的支配を実現し、創始した。コンラート一世は911年に、東フランク王に選出され、弟のエーバーハルト3世に大公位を譲った。918年にコンラート1世が死去すると、貴族たちはコンラート1世の遺言に従って、ザクセン大公のハインリヒ1世を王に選出、エーバーハルト3世もハインリヒ1世に従った。939年、エーバーハルト3世は、ハインリヒ1世の息子で王位を継いだ。オットー一世に反旗を翻し、敗死した。オットー大帝は、ドイツのほぼ中央部にあたるフランケンを重視し、以降フランケン大公を置かなかった。フランケン大公の消滅と前後して、ライン河畔のフランケン地方の西部を統治した、ボルムスガウ伯のベルナー5世が西、フランケンの大公となった。ボルムスガウ伯は、後のザリエル朝である。1093年、ザリエル朝のハインリヒ4世が、ライン級中伯である、ハインリヒ2世に、西、フランケンの伯領を与えたことにより、西フランケン大公は消滅した。1079年、ハインリヒ4世が娘、アグネスの婚約者であったホーエンシュタウフェン朝のフリードリヒに大公位を与えて成立した。ローテンブルクを居城としたためローテンブルク大公とも呼ばれる。1196年以降任命されず、やがて大公領は分裂していった。1442年以降ビュルツブルグ司教が東フランケン大公位を称したが、これは正式なものではなかった。現在においては、フランケンという地名は、フランケン地方の項で説明されている、通りバイエルン州北部の地方名であるが、歴史的にはバイエルンの一部ではなく、またその領域も現在のフランケンよりも広かった。現在の州で言えば、バイエルン州のほか、バーデンビュルテンベルク州とヘッセン州、ラインラントプファルツ州にまたがっている。このような事態になっているのは、大公が消滅した後にこの地域の領域統合が進まず、ナポレオン戦争やドイツ統一といった外部要因によって、近隣の両方に統合されていったのが原因である。以上の2地域はそのままバイエルン州の一部となり、現在、フランケン地方、またはバイエルンフランケンと呼ばれている。コンラディン・ケザーリアー・アッサ・ホーエンシュタウフェン朝。ありがとうございます。